じゃあザンビエに行ってみようか、はい、俺のおすすめザンビエに、ね、美女と野獣の実写仮装がめちゃめちゃ似合うレストランでもあるので、はい、行ってみましょう、はい、これおすすめペンネ、おいしい、おいしそう、おいしいで、このね、はい、クリーミースパゲッティもおいしい、でピザはねちょっといまいちだった。パスタおすすめ、行ってみましょう。はい、ザンビエに2回行きました。このワインの樽、この分かる、このガストン味のあるこの非常にこの背景、うん、いいですね、こういう感じでね、ここおすすめです。はい、じゃあ、ペンネ買ってきました。めっちゃうまそうだよね、匂いがめっちゃうまそう。ペンネはね、このハロウィンで追加されたメニューで、これまでは、スパゲッティだけだったんだけど、今回、9月かなからペンネが追加されました。美味しそうです。ベルもペンネね、じゃあお互いペンネ、じゃあいただきます。はい、今日はガストンなんでちょっと 軽い食レポで、軽めの食レポでいただきます。いただきます。あ、めっちゃうまい。エビとバジルかな、バジル、うん、アサリ入ってる、本当だ。あのね、このマカロニがね、うん、弾力ありすぎて、うん、フォークが通らないの。もちもちしすぎてフォークが通らないのね、これすごいよね。もっと柔らかくスーッとフォーク入ると思ったら、すごい、落ちる、うん、弾力でフォークがさせない。アサリとエビとバジルだな、すごい美味しい。あとさ、これ具でさ、これエビとアサリとマッシュルームと、これホタテ入ってる？ホタテ？では入ってないか。あ、入ってます、あるよね、具が多い。え、これで800円あるでしょ、美味しくない？美味しいですよ、うん、美味しいし、ちょっと材の何ですけど、いや、ほんとね、フォークが通らない。我々さっきからね、あれあれあれ全部一緒に食べようと思って、そうそうそう。はい、ペンネうまかった、美味しかったね、美味しかった、すごい美味しかった。シーフードたっぷりで、エビとアサリとホタテかなが入ってて、でバジルソースがかかってて、チーズたっぷり でペンネもマカロニのね、こういう弾力でフォークが通らないぐらいの弾力で、量もあって、800円なら全然あるでしょう。めっちゃうまかった、おすすめです。よし、じゃあせっかく今ザンビ来たんで、ちょっとね、ガストンっぽい写真をこれ撮りたいと思います。